もう4時になっちゃう人ね。もう2018年10月17日朝の4時過ぎました。ちゃんと夕べ寝たんですけどね、夜中に目が覚めまして遊んでおります。ということで、先ほども歌いましたけど、またもう一回歌いましょうかね。今度は何ですかな。おお、NSP 懐かしい。 NSP の草、この歌、作詞矢吹裕子さん、作曲天野茂。1975年とかですね。そしていつかはその糸をたどって巡り合う。しかしその糸は
太くて弱い。あなたと僕の小指の糸がほどけないように結びましょう。明日の朝は汽車に乗るあなた、別れに涙はつきもの音。いやなんだいやなんだ、優しいあなたをただひたすら待ち、年を取る悲しい僕になりそうな気がして、これ三拍子なんだね。キャラメルを割り膨らませ、あなたと並んで歩きましょう。あなたの唇人差し指でどっと慣れてもいいのか。ダメなんだダメなんだ、冗談も言えあなたが女じゃなかったら殴ってやるのに。遠く離れてしまえば愛も消えてしまうという。怖いんだ怖いんだ、あなたの写真を見ながら、あなたが NSP の赤い糸の伝説、これ三拍子です、ワルツですね。あなたと僕の恋の糸が、こんな感じですね。懐かしい懐かしいね、懐かしいですよ。NSP、やっぱこうしよう。夕暮れ時は寂しそう。これはいつもするからいいか。ね。お、これはなんか。あ、これ懐かしいな。声でしたね。もう一回いきます。街頭では学生たちがマイクを持って声を上げる。決まりきったように政治の季節、どこかの店先に流行りのメロディー、歌はよりつれ僕は思う、燃え尽きそうな若さにしがみつこうと、いつでもJust
を注ぐのは何でもいいし、どれもこれもが一つの青春で、僕もこうしてギターを持ってラブソングを口ずさむ。歌は世に常、人は誰でも過ぎていった希望にすがりついてる。いつでも78年かな、1978年、6年か。歌うユニットで NSP 作詞作曲天野しげるさん、ね、名曲です。ちょうどこの頃学生運動とか盛んな頃じゃないですかね、うん、はい、ということで第2部か終わります。というかね、本当に私ちゃんと寝たんですよ、ゆうべね。ちょっと早く目が覚めました。おこれはだ、はい、あきらちゃんかわいいよね。ほらこれはですね、この LP レコードはな、中森明菜ビター&スイー、ビター&スイー、飾りじゃないよ、飾りじゃないのよ涙はとか入ってます。かわいい。今どこにいたんでしょうね、どこにいたんでしょうって。中森明菜さん、またブラウン管にそのね、かわいい顔で僕たちの目の前に顔を出してほしいですね。はい、ということで終わります。はい、ひろこちゃん。